だってこの間それこそ僕はそう、それと近い話だけど、クラプトンのコンサートに行きましてね、はいはい、初めてですよ、うん、クラプトンがなんだ、もう最後のツアーじゃないかっていう、うん、日本はもしかしたら特に。で僕はあのクラプトン行ったことないんで、うん、それこそ僕がエリック・クラプトンを知ったのはサザンオールスターズのあのビッグスターブルース、はいはいはい、エリック・クラプトンでね、クラプトン、カモン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 、まあベベってやつね、うん、あれでエリック・クラプトンっていう、うん、はいはい、かっこいい名前、結局、うん、最初にだから、うんうん、あれ高校生ぐらいの時なんですかね、おっさんが、そうね、中学から高校ぐらい、うん、ああ、うん、まあ多分高校でしょうね、うん、僕はサザンをよく聞き始めたのは高校ぐらいですから、うん、エリック・クラプトンっていう、うん、そこで知って、うんうん、はいはいはい、だからもう間に合ってないわけですよね。まあでもそれでも当時エリック・クラプトンはソロでクリーム、いやソロじゃないですかね、多分、うん、そうか、でもあのビハインド・ザ・サンとかはリアルタイムで聞いてますから、でまあ要はあでもいわゆるグラミー賞やなんか取るのはもうそのもっと後ですね、はい、エリック・クラプトンが一回こうね薬と、うんうん、アル中で、はい、こうなんかいろいろあって、うんうん、それでもう息子さんがね、その不幸な事故で、うんうん、あの、転落死という、うんうん。その後にアンプラグドっていうね、うんうん、あの、アルバムを出して、アンプラグドっていうタイトルだっけ、うん、はい、アンプラグド、うん。うん。要するに、アンプ抜きの。はい。ね。まあ、こう。アンプ抜きっていうのもね。まあ、だから、プラグ抜き。プラグ抜き。差し込まない。つまり、まあ、こう、アコースティック的なね、うん、感じでやるという。そう、はい、そういう、あれで、うんうん、まあ、結構、割とごく一般的に知られたと思うんですけど、うん、だからそれ以降のエリック・クラプトンってガラッと変わるわけですよね。そうですね。それこそサムラ・ゴーチ的に変わるわけです。まあまあまあ、だからそれまでやっぱね、うん、こうギターの神様的な感じでね。ギターの神様、スローハンドと言われてね。で、いわゆる、愛しのレイラなんかも、うん、ティカティカティカティン、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 ティンって、あれを、まあ、要するに、だから私が知った時は、うん、まだそのアンプラグの前なので、うんうん、でそこで痺れるわけですね、はいはい、ブルース、うん、でだただやっぱりね当時やっぱ背伸びして聞いてるから、うんうんうん、まあ、ブルースなんて分かりゃしないですよ、うん、高校生に、うんうん、その辺の日本の埼玉の高校生がね、うんうん、ブルース でもそっからクラプトンから、うん、あの俺はジョニー・ウィンターやら、うん、オッチ・スレディングやら、うんうん、まあそういうところに派生していくわけですけれども、うん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 、だからそれでも途中のやっぱり感想のギターのそういうフレーズとかさ、うんうん、ジェフ・ベックがどうだとか、うんうん、いやなんだ三大ギタリストいたじゃんね、なんだっけジミヘンドリックスとかね、ジミヘンと、うん、ジミヘンじゃなくてあのジミページ、ジミページね、ジミページとか、はいはい、ジェフ・ベックだとかって、はいはい、そんなのさ、うん、言ってるだけで分かりしないんですよ。まあまあね、やっぱり地味変のはなんか語ってるようだね、なんつって、うん。言ってんですけどさ。嘘つけっていうさ、だいたいギターなんか弾けもしねえで、うんうん。まあギターね、軽音楽部のやつがね、うん、いいねって言うならまだまだ、うん、それでも嘘くさいけど、うんうんうん、俺なんか何にもギターも、エレキギターの一つ、フォークソングで挫折、うんうん、ね、モーリスギターで挫折してんですよ。うんはいはいF で。F で撮影して、ね。F で撮影して、なんか分かりゃしないんだけど、うん、まあそうやって聞いてたわけですよね。で、そっからアンプラグドになって以降のクラプトンというのは、もうちょっと活動もどういう活動なのか、どんなコンサートなのかって全然分かってなくて、うん、そういう状態で行くわけですよ、うん、日本武道館、うんうん。で、もう、いわゆる、どういう、また地味なんだ、クラプトンのコンサートって、見たら。日本のね、うん、それこそサザンやなんかが、うんうん、いかにサービス精神旺盛かよくわかりますよ、うんうん。スッと出てきて、それこそ、あお前っていう、出てきてですよ。おーとかなって、うんうんうん、歌い出すわけですよ。でも、まあ当然なのかもしれない。MC なんか一個もないですからね。まあね。ただ淡々と、うんうん、次から次へと曲歌って帰ってくっていう、うんうん、それだけ、サンキューしか言わないですから。うんうん、で、その、始まったの、うん。
ったら、やっぱアレンジちょっと違ってたんだけど、うんうん、いわゆる、あ、これ、で、エレキギターで始まったから、はいはい、あ、うん、これ、こっちかと思って、うんうん、俺、うんはいはい、結構嬉しくて、うん、で、やっぱ生の、あの、ギターの神様、うん、クラプトンが、うん、ね、うん、目の前でエレキギター弾いてると思うと、ちょっとズガッと感動したりして、うんうん、まあ、音がいい、うん、ね、うん早弾きがどうとかさ、わからないけど、こう聞き惚れてたわけですよ、感想やなんか。でも、まあ当時、俺は、だから、いかにそのいい加減に聴いてたかっていうのは、曲がなんだかよくわかんない曲が多くて。アレンジもしてるだろうしね。で、途中の感想とかで、まあギターのソロとかね、やるわけだけど、なんていうの?あの、あ、当時のことを思い出すわけですよ、ギターの。やっぱギター目当てで来てんだけど、うん、やっぱ歌ってほしいなみたいな思ってたな、うん、当時もとか。その感想聞くのが本当は正しいんだけど、うん、いいなと思って、だんだん飽きてくるわけです。はいはいはい。で、たまーに、そしたらワンダフルトゥナイトが。ああ、名曲。で、ね、それワンダフルトゥナイトはわかるわけじゃん。うんうん、だけど、それもね、前奏はちょっと違ってたりね、最初、うん、途中から、あれああ、はあはあ。うん、ルルルルルーって、うんうん、だから、まあ、なんだ、あれは分かったかな、最初から。うん、とにかく、あ、ワンダフルトゥナイト、うんうんうん、やっと分かったって、うんうん、何曲目ぐらいでさ。だ、そうか、結構じゃ、うん、昔のいいのをやってんだな、と。うん、期待するわけですよ、うん、当然ね、うんはいはい。そしたら、途中で、ギター持ち替えました。うんはい、今度、アンプラグドで弾き始めました。あ、そうか、アンプラグドの、だもう全部、うんやるんだと、うん。でもエレキギター後ろに置いてあるし、うん、アンプラグド弾き始めました。うんはいはい、アンプラグドで何曲か、うん。で、その辺はちょっとわかんねえなと思って聞いてたら、うん、ん?と思ったら、まさかのレイラ。おうレイラ。アコースティックバージョン。アコースティックバージョンみたいな。その時はね、もうね、聞いててね、最初わかんたんかな、なんかこれ、あれと思ったら、レイラーつってた。みたいな。え、嘘、レイラーこっちでやっちゃうんだみたいな。うわーみたいな。でみんな手拍子してんだけど、武道館中が、ため息ばっかりみたいな、ちょっと、なりかけてる感。なるほど。レレ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 レ名曲のい、ね、あれは、まあ分かってるけど、うん、その途中のね、アルバムの中の曲って言われても、うんうん、ブルースなんてみんな似たような曲だしなって思ってたりする。だけど、あの、テカテカテカタンは、うんうん、絶対聴けるなと思ってたら、うんうん、レイラーズ、あーみたいな、もうさ、驚いちゃったな、あの時のがっかりして。おーみたいな。まあね、でも、レーラーだから、まあね、一応レーラーだとか思うんだよ。あるね。こっちかーみたいな。だからね、本当、ね、それがいいっていう人にもなってみたい。それでも、ね、そう、わかる?それで感動する人も、ね、それで感動、いや、で、帰りに、るはずなんだようん、後ろの、うん俺よりちょっと、うん、まあ、もうちょっと若いかな、うん、全然若い若者二人が、うん、よかったねとか言ってんの聞こえてるんですよ、うんうんうん、でやっぱあれいいよねあのアンプラグドの、うんうん、レイラーとかはい、まあ、でも、で、うん、しかも変にヒット曲連発しないのがいいとか言って、うんうん、そうでもなどっちだろうなこう言ってんだよ的な言ってんだよよかったブルース中心だからすげえよ、うん、まあだほんとそういうファンはいるからねいるんでしょうね、うんうん、もちろん俺はちょっと消化不良で、うん、正直言うとね、うん自分をやっぱりね、あの当時の若き日の、はい、クリームやそのヤードバーズだなんだ、うんうん、聞いて、うん、いいねって思ってた自分は、やっぱり俺、背伸びしてた。改めて、あでも、ま、ね、うん、あの時はいいなって言って、うんうん、でもやっぱちょっと無理して聞いてたんだなって、うん、自分をまた再確認したというか、うんうん、家でアルバムね、はい、かけてても、やっぱ途中寝ちゃってたりした時、うんうん、ソロが長かったなんかしてもう、ブルースって大体ね、そういう、なんかね、
難しいんですよ。難しい、ね。なかなか。あまあ、そうだよね。うん。さあ、そうだよ。だから、それはやりたいこととの、またその、大衆性との違いもあるんでしょうけども。そう、まさにね。うん。そこはでも本当にあるかもしれないね。だから、難しいなと思いましたけどね。うん、でも、で、桑田さんに俺早速メール送って、うんうん、クラフト行きましたけど、まさかのレーラーアコースティックで、うんうん、ちょっとあれのがっかり感ないですね、つったら。うん、ああ、わかりますって、桑田さんも、うんうんうん、もう何度もクラフトに来るたび行ってて、うんうん、で、最初に行ったのはやっぱでも、70何年の、うんうん、初来日の時からで行ってらしいんだけど、うん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 その時はもっとひどかったんですよ、つって。あの、要するに薬とか。うん、あの。本人がもうね。あれで。うん。だから、大抵がっかりさせられますと。うん、でもなんであの人あれやるんですかね、つって。桑田さんも言ってた。なんであれやっちゃうんだろうな、って。だから、ほんと桑田さんは、うん、そういうのやらないじゃない。絶対やらないですよね。なんとかバージョンみたいなの。ほんとやらないから。本当にすごい。まあ言ってたらもう CD の通りに近 いそれが一番やっぱり正しいだろうと俺は思うし。まあね。いつも桑田佳祐っていうのはやっぱりその凄さだなって思うんですよね。ね。ちゃんと期待に応えてくれる。でも、俺もなんか、クラプトンも行ったことあるし、ポール・マッカートニーとか、結構行ってるんですよ。ビリー・ジョエルとか。でも、割と日本でやるときって、やっぱめったに来ないから、普通にっていうか、あんま少ないけどね、そんな、こう、通好みっぽいコンサートね。だからまあ、あれは、クラプトンのコンサート普通なんでしょうけど、ただまあ、レラーちょっとやってる。最後はコカインで終わったというね。で、コカインはわかるんですよ。はいはいはい、あ、これはわかるって。だから、やっとみんな一緒に歌えるっていうのが、コカインって。それをみんなに叫ばせて、自分は歌わないで終わるというね。最後、客だけがコカインって叫ぶ。何なんだ、これは。死後、はしご外された感じですよね。意味がわかんないっていう。面白かったですけどね。